モーターズ。はいどうもこんにちは、モーターズの井山です。ということでですね、この場所で撮影するのももう3台目っていうことなんですけれども、実はですね、今回の取材はですね、とある1台のシルビアをきっかけにですね、3号スカイラインであったりとか100系であったりとか、そういった車の取材が実現しました。で、そのシルビアっていうのがね、すげえんだ、めちゃくちゃかっこいいんだ。この車に関してはですね、私の方から SNS でちょっとご連絡をさせていただいて、で今回取材が実現してるんですね。もうぜひみんなにこの車見てもらいたい。というわけで今日ご紹介する車がこちら、じゃん。というわけでペタペタハの字になっちゃった S15 取材させてもらいます。なんとこの S15 シルビアも女性オーナーなんですね。こんにちは。こんにちは、りーちゃんでツイッターでやってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。りーちゃんさんがこのシルビアのオーナーさんということ。はい、すごいですね。これまた低いし。全然です。全然なんですか？全然の基準が全然わかんない。このシルビアは所有してどれぐらいなんですか？4年ぐらい経ちます。4年ぐらい、はい、なるほど。買った時はどんな状態だったんでしょう？買った時はホワイトで、はい、走り屋みたいな感じで、はい、ユーラスのエアロがついて、うんうん、ゴテゴテな感じで買いました。なるほど。へえ、じゃあザ・ドリシャみたいな感じだったんですか？そうです。へえ、それを色まで塗ってここまで仕上げちゃいましたと。すごいですね。ちなみにコンセプトはどんな感じなんでしょうか？私結婚してて、はい、子供もいるんですけど、はい、なので安くうん、うん、お金をかけずにカスタムをしようっていうのがコンセプトになってます。なるほど。じゃあ随所に経済的なカスタムがいっぱいあるのかな。そうは思えないぐらい決まってるんだけどな。じゃあ早速そのこだわりのポイントを一つ一つ見ていきましょう。まずこのボディオールペンされたって言ってましたけど、はい、これ何色っていうんですかね？ BMW のミニのベルベットシルバー、はい、うん、あ、ミニの色なんだ。はい。へえ。なんかね、1号シルビアって結構こうガンメタというかグレー系のイメージがありますけど、これまたなんかちょっとブラウン入ってるみたいな感じで。そうですね。おしゃれ。かっこいいよこれ。ありがとうございます。バンパーがまず変わっている。はい。これどこのになるんでしょう？あとオリジンのレーシングラインっていう。結構ドリシャな感じの。そうですね、雰囲気を持ったバンパーですよね。まあね、いかついんだなホイール。フェンダーも超オーバーフェンダーになってるし。これフェンダーはどこのになるんでしょう？フェンダーモゼのフェンダーです。え、しかもそれを切ってます。これ。そうです、耳を切ってます。おー、ばっくり。その切って入れてるサイズのホイールがこちらはワークのホイールで VSWX。 うんうん。サイズどうなってるんでしょう？ 10J のマイナス22です。 10J のマイナス22。はあ、すげえな。これでビタビタにスライチつかリム位置つか。はあ。そこに合わせてるタイヤはこれはいくつを履かしてるんですか？215-3518です。めちゃめちゃ引っ張ってる。やっぱこれぐらい引っ張んないとこう当たってしまう。そうですね。今でもこれパッと見て、はい、この手の車にありがちなフェンダーでサイドがえぐれてるっていうのが全然見当たらないんですけど、これ当たってないんですかね、もしかして？当たってないで作ってもらってます。うわー、すげー。ビタビタで当たってないんだ。これだって別にエアサスとかじゃないですもんね。じゃないです、車庫帳です。車庫帳どこの入ってるんですか？ B-MAX の車庫帳。おー、なるほどなるほど。一応フルアームがついてます。なるほど。おお、金かけてる。いやいや、部品代だけかけてます。工賃はかかってないみたいな。工賃はかかってないみたいな。これ作業はどなたがやられてるんです？作業は旦那がやってます。そうなんですね、はい、じゃあ旦那さんが詳しいんだ、そういうメカニズム的なとこ、ね、ブレーキがこれはブレンボ入ってます？ブレンボ Z33 のを流用してます。あ、そうなんですね、はい、うわー、これ金になるだけでかっこいいな。お気に入りのちょっとポイントにはなりますね。これピアスボルトと合っててかっこいいですね。そうですね。ブレーキローターも変わってる？変わってます。台形ですね、ギチギチですよ。でまたフェンダーのこの後ろの方もかっこいいんだ。で、あれミラーがガナドール？そうです、ガナドールミラーです。え、本物ですか？本物です。うわー、え、金かけないって何だったんですか？でもやっぱね、かっこいいですね、ガナドールミラー。もう今いくらするんだシリーズですよね。で、サイドステップはこちらは？こちらもモゼです。あ、そうなんですね、フェンダーと一緒で、はい、ちょっと短縮してます。あ、そうなんですか、はい、それをやっぱこう下げるために？そうです。おお。サイドが借地しちゃうんで。なるほど、ガリガリ削れてしまうので、はい、っていうことですね。ここもまたワイドになってますね。
そうですすげえ、いやしかもビス止めだ、いかつすっげえ。これリアフェンダーはどこのになるんでしょう。リアフェンダーもモゼの。あ、なるほど、はい、じゃあサイド周りはモゼで。そうです、統一されているということですね、はい、フロントと同じホイールだけど深いぞほら見て、手のひら1枚よ。これインセットいくつですか。 12J のマイナス34です。そんなホイールあるんだ、ワーク。すげえなー。パッチパチにタイヤ引っ張ってますけど ATR これはいくつを引っ張ってるんですか。25535です。255って引っ張れるんだすごいな。こっちもフェンダー切ってるんですかね。そうです。うーん、ビタビタだもん、ここほら見てよ、もう指一本入んないよあ、ちゃんとリアもブレンボで。そうです。フロントと同じようなローターが入ってますよと、はい、ぐるっとくるとね、うわー、バックテールついてるこれどこのリアスポイラーになるんでしょう。リマックスの。うーん、でバンパーは。バンパーがこれごめんなさい、予備できちゃって。予備、予備があるんですか。予備バンパーで、はい、なんか友達から譲り受けたもので、はいはい、ただ塗っただけで何か不明っていう。あ、メーカー不明なんですね。そうなんです。本ちゃんバンパーっていうのは。本ちゃんバンパーはブルームテック、ブルームジャパン、うん、ブルームテックってあれですね、電子タバコっぽい感じでしたねブルームジャパンです。なるほど、はい、のバンパーが本ちゃんバンパーなんですね、はい。へえ、いやでも綺麗に塗られてるしかっこいいな。え、これテールランプは D-MAX をレッドテール加工に。あ、そうなんですね、うん、してるんですね、はい。かっこいい、これいかちで、いかついのがね、もう一個ここにあってね、なんか生えてるんですよねこれはどこのマフラーになるんでしょう。これも D-MAX のマフラーを20センチ延長してます、はい、あ、延長してるんですね。もともと80倍なんですけど、はい、その上に90倍のをかぶせて、お、それを溶接してみたいな。へえ、じゃあワンオフみたいな状態なんですね。そうですね。それはやっぱり旦那さんが。旦那が。旦那さん何でもできるじゃないですか。何でもできる。旦那さん何屋さんなんですか。何屋さん、トラックの整備士です。あ、整備士さんなんですね、はい、なるほど。じゃあお手の物だ。そうですね。ご会長。わ、なんか中はドリシャチックステアリングがモモのドリフティング白なんだ。結構ね、黄色が多いですけどね。そうですね。これはなんかこだわりの色なんですか。ホイールと合わせて。ああ、なるほど、はい、あれ、なんかサイドブレーキがすごいことになってるあの新潟のおしまゆさんっていう人が出してるリマインズローっていう延長サイドになってます。うーん、あれ、じゃあなんかドリフトをやるんですか。そう、これからやりたいなと思ってます。あ、そうなんですねじゃあその準備をもう今から着々としていると。やってます。なるほど。でね、ここにトラストのブーストメーターも入ってて、あっちにはですね、アペックスの FC コマンダーもいてやる気感マックスですよで、運転席も助手席もレカルのセミバケが入ってますね、はい、赤で2脚。これはもともとついてました。あ、そうなんですね、はい、なるほど。でもなんか当たりですね、最初からついてたのは。そうですなるほど。補強も入ってますね。ロールケージではない、サイドピラーバー。これどこのになるんですか。え、これどこのなんだろう。クスコです。クスコ、なるほど天の声がね、今日はちょいちょい入っていくスタイルでお送りしております。さすが旦那さんですね、後ろで見守ってて。僕はプレッシャーがすごいですいやでもね、細かいところもかっこいいんですよ。こういうセンタートンネルとかね、カーボンのに変わってたり、コンソールもカーボンですよね、これ、はい、強烈なシフトノブ、あれどこのなんでしょう。これはライクワイスのシフトノブ。へえ、あれかっこいいですね。かっこいいです。しかもいい感じに長くなってて気に入ってます。あ、よく見たらこれステアリングボスもワークスベルのが。そうです。パコンって折れるタイプですかね。はい。へえ。じゃあ今度はエンジンルーム見せてもらっていいですか。はい、はい、ボンネット開けていただきました。はい、じゃじゃんと、やってる感がすごいんだよなだってタービンも変わってますし、はい、まあ普通に SR でね、インタークーラーも大きいの入ってるし、結構パワーとか出ちゃってるんじゃないですか。パワーは、うん、でも430とか。はあ、なんか少ないように言ってますけど、それすごい多いですからねなんか物足りないぐらいの感じでしたけど全然そんな。はあ、
じゃあもうこれから振り回すにはもってこいの。そうですね。購入していじっていく中でやってったんですか。バッテリーの移設 と、うんうん、とパワーバー、はいはい、とハーネス、おかちゃんの天下統一は自分でやったんですけど、はいはいはい、あとはもう出来車です。あ、そうなんですね、はい、当たり買いましたね。はい、一目惚れして買いました、エンジンルームを。そうなんですね、はい、なるほど。え、これフェンダーももしかして切って広げてるんですか。フェンダーは切って広げてないよ。ここは広げてないですか。サイクルチックにはしてはいない。チックにしてるっす。あ、してるっすか。上げてるか。ちょい上げで。じゃあ切れ角も上がってるんですか。ナックル入ってる。おー、天の声がいや、じゃあもうすぐにでもやる準備を始めてるってことなんですね。いや、マジエンジンルームかっこいい。このアングル最高パコーンと閉まりまして、あれ、普通シルビアってここにエンブレムついてませんでしたっけ。そうです、エンブレムとウォッシャーをスムージングして、はい、はあ、確かにないナチュラルすぎて気づかなかったそれはなんかこうこだわりの。ない方がかっこいいからおー、シンプルだったさすが。いや、でもほんとね、そういう細部がかっこいいんですよね。よく見たらね、ワイパーだってカーボン調になってるんですよ。そうなんですね、ちゃっかりこだわってるここもですよ、このミラーの裏側もですよ。外から見えるとこめちゃめちゃ気使ってるじゃないですか。え、とりあえず今のところコスパがいいがよく分かってないんですけどいや、でもオールペンとかは工賃かかってないんで、はい、あ、旦那さんパワーで高いです。なるほど、はい、というわけでいろいろ見せてもらったわけなんですけれども、はい、まあ、この車この状態で D ちゃんさんとしては完成度って何パーセントぐらいなんですか。80ぐらいですか。80ぐらいおお。理想はウィングを万引きウィングに変えて、うん、でドン柄にして。ドン柄にするんだ。したい、理想は。もうそんなにバチバチにやりたいぐらい昔から車が好きだったんですか。中学生ぐらいの時に先輩の影響で、はい先輩がなんかそういう車好きの方だった。そう、まずビップから入って、はいはい、で高校生でガソリンスタンドでバイトして、はい、ドリシャが好きみたいな。なるほどで免許を取って。そうです。最初に選んだ車は。最初がインプレッサの GC8、はい、乗ってました。4駆、あら、たまたま好きだったとかじゃなくて、たまたまなんか価格とか、はい、うんうん、タイミングがあって乗ってました、はい、そうなんですね。まあ、あのお住まいの地域はね、スバル車は結構いいのが手に入る地域だと思うんですけど、はい、GC8 は結構いじってたんですか。いや、ほぼほぼノーマルで乗ってて、うん、練習用で乗ってました。あ、じゃあマニュアルになれるのとか、ちょっと飛ばすのとか。そうです。へえ。で乗り換えたと。はい、乗り換えたのがシルビア。そうです。それがこれなんですか。そうです。へえ。だって1号って今結構高いじゃないですか。高かった。高かった。切実な一言出ましたGC からシルビアって結構僕毛色が違うと思うんですよ。あ、そうですね。なんでシルビアだったんですか。ほんと一目惚れで、もともと1号シルビアが好きだったわけじゃないんですけど、はい、サンサンローレルに乗りたくて、ほうほうほう、でずっと探しててなくって、はい、諦めてショップに行って、うん、もうほんと一目惚れしましたへえ。あ、じゃあもうほんと運命だったんですね。運命だと思います。なるほど、はい、もう全然乗り換える気は全くない。ないですね。うーん、愛着が。なるほど。でも結婚してて子供もいるっておっしゃってたじゃないですか、はい、やっぱりその、まあ、リアルに見てる人の中でもそういう方ってうちのチャンネル結構多くて、はい、その子育てと車いじりの両立って結構大変じゃないですか、はい、大変ですね。その中でも車に時間をかけれたりとか、うん、お金をかけれるそのコツみたいなのってあります。やっぱ作業とかの時間は、うん、まあ、旦那が全部やってくれてるんですけど、はい、その作業やってる時って子供と遊べなかったりするじゃないですか、はい、なので時間決めて寝てからとか、あ、作業したりとか。なるほど。と部品を買うのとかは独身のうちにとりあえず買ってたんで、はい、なるほど、お金はそんなに本当にかかってなく、用意できてたってことですね。はい、はい、なるほど。まあでもその旦那さんと二人三脚でやれてるから結構できてるところはあるってことですね、はい、そうですね。なるほど。これカスタム費用としては大体どれぐらいかかってるんですか。大体50万円ぐらい。50万円ぐらい、はい、安っ普通塗りだけでも 2,30 万コースですからね。いやー、わかりました。車遊びをコスパよく楽しむ方法ですね。
すごく車がいじれる旦那さんか奥さんを用意する、これほどでございます。いやそれが一番多分安くなるんですね。自分でやればいいんですけどね。じゃあこれ最後の質問になるんですけれども、りーちゃんさんにとって車の魅力ってどんなものですか？癒しだったり生きがいみたいな感じですかね。なるほど、癒しとか生きがい、それはやっぱこう乗るのがですか？乗るのも見るのもかっこいいなみたいな感じで、はい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 、眺めてられる、見るのも好きだし乗るのも好きですね、はい、いや生きがいとまで言ってくださるってことはね、もう人生かけて車楽しんで行かれるんでしょうけど、いや素敵ですね。いや本当今回別のスカイラインと100件も含めてすごい素敵な取材になりました。改めて今回ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここまで動画を見て面白いと思ってくれた方は高評価およびこの赤いボタンのチャンネル登録よろしくお願いしますね。で、このシルビアもそうですし、これまで取材した車もそうですけど、ついてるパーツはもったがれでも販売しております。概要欄の方に URL 載っけておきますので、そこもぜひチェックしてみてください。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。モーターズチャンネルからのお知らせです。モーターズおよびもたがれでは、我々と一緒にお仕事をしてくれるライターさんを探しています。車のこと好きだけどライターなんかやったことないなんて思ってる人でも大丈夫です。興味がある人はぜひぜひ概要欄の方までご連絡ください。僕たちと一緒に車の面白いところをいっぱい発信していきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。